はい、今日のミッションはですね、この屋根をですね、直してくださいということで、復旧するわけですけどね、結構、形が複雑でですね、いろんなところで取り付いているので、ちょっとね、それがね、難儀なだけで、仕事自体はね、それほど難しい仕事ではないんですけれども、はい、そんなことで、ちょっとこれをですね、バラしたいと思います。はい、なんとかですね、解体終わりましたんで、あとはね、これをどう貼るかってことですね。はい、そこをどうするか、電線を緩めたのやつやな。と、はい、まあ何のかのとですね、明日の材料をですね、作ってるうちにね、結構真っ暗になっちゃいまして、左官屋さんもちょっと打ち合わせに来てくれて、帰ってたところです。なんとか削り物も終わりました。まあ明日、ね、応援の大工さん、王さんと、ひさしの屋根を直しに行って、それからですね、王さんはね、終わり次第、四日市の現場に戻ってもらって、私はまあ次のね、他の現場の段取りと、事務仕事がね、今わんさか溜まっててですね、なんやかやずっとやってるうちに、昨日なんかね、一日何もしたんだろうなっていうような感じで終わっちゃいましたけれども、そんな感じで、ちょっと引きこもり状態にありつつ、ね、なりつつありますけれども、引きこもらないで、ちょっとやっていきたいと思います。最近ですね、もうなんか、高年かって中高年のニートが流行ってるようなんですけれどもね、私もぜひそうなってみたいもんだなと思ってます。なったらあかんのですけどね、まああかんことはないか。まあそういう生き方もありだと思いますけれどもね、まあとりあえず頑張りたいと思います。はい、一夜明けましてですね、こちら、今日はね、波板張りに来てみます。近くのホームセンターでですね、こういうちょっと乳白色のですね、ポリカアボノート板を、買ってまいりました。これね、いろいろ長さがね、大体尺単位で、6尺、7尺、8尺、9尺という感じで、売ってるわけなんですけどもね、これをね、長さを、そのまま使えることは稀なので、長さを切らなきゃいけないんですけども、これをですね、長さを切るのにね、もう、何回か貼ったことある方はね、もう一発なんですけどもね、定規で当たるのが大変なんでね、どっから切った小口とか、端っこを利用してですね、こういうふうに、当てがっておいて、そこでですね、こう線を引けばいいわけです。はい、そして毛がいた線の通りにですね、このハサミで切るわけですけども、波切りのハサミとこんなんがありまして、はい、これがですね、こういうふうに、ね、この波にね、ちょっとフィットするという形です。こう一般的にですね、右利き用に作ってあるのが多いんですけど、ハサミは右利きのこのハサミだからですね、こう左側をですね、こう持ち上げ気味にして、切っていくと、うまく切れるわけです。はい、これで大型の材料をですね、大体の寸法に切り分けることができたので、あと貼りながらですね、細かいところをですね、切り替えたりとかそういうのは必要ありますけれども、まあ貼っていくわけですね。はい、下地がね、まあできてないので、下地をしてからになりますね、もちろんね。はい、余談ですけれどもですね、三重県のね、この辺の地方の屋根瓦はですね、なんか、昔ね、こういうふうな感じで、瓦のね、袖のところの下にですね、こう、のぼりがですね、こういうふうな形で取り付くことが多いんですね。なんか最近はね、あまり私もしないんですけど、最初はですね、こうやって習ったんですけれども、最近はしなくなりました。一体、これは一体どういう意味なのかなと思います。はい、ちょっと専門的な話で恐縮です。はい、波板をですね、釘で止めていくわけなんですけどもね、とりあえずね、1個、基準なのを決めてみました。ここでですね、次の1点を止める前にですね、ちょっとね、いろいろと寸法を確認しておいた方がいいので、これはね、こういうところがですね、ちゃんと、ほぼいいとこ行ってるかですね。はい、これによって、ズレをちょっと今のうちに修正しておいた方がいい場合もありますし、もう波棚、こういうね、ここが問いもかからないので、この、もう、
微妙なズレはですね、もうまあ、言葉悪くすれば見なかったことにするという形ですけれども、ね、結局誰が見てもわからないことなので、もうそれあたりはもう無視するという方法もあります。今回はね、大体いいところまで行ってたので、もうこれで行こうと思います。はい、ポリカーボネート板の場合ですね、大体こういうところにね、この面は表面ですとかね、太陽側ですとかね、内側にどうのこうのとかいろいろ書いてありますので、それはね、両方守った方がいいようです。紫外線に対して、とかね、そういう形で耐光性があるというふうに聞きます。ちょっと私、あまり詳しい実験は、立ち会ってないのでよくわからないですけれども、確かにですね、ちょっと逆向きでつけたところがボロボロになった事例をね、見たことはあります。だからそれがね、逆向きやったから、ボロボロになったのか、もうそういう耐用年数が来ていたからかな、はよくわからないですけれども、そんな感じだと思いますので、こう書いてあるのを守りましょう。ただですね、最近はですね、両方どちらでも使えますっていう商品も出ておりますので、それはそれで、ありがたいことだと思います。こういう狭い場所だとですね、もうその場その場でですね、もう一個一個決めてきていいと思います。大きな面積を張る場合だとですね、ちょっとざっと全体を並べてですね、仮打ちだけして、細かいところを張っていった場合の釘止めをね、全体をしていった場合がいいこともあるんですけれども、こういう狭い場合だと、もうね、もうそこどこで決めていかないと、もう後でこの奥へ手が突っ込めないとかあるので、あそこだけはもうね、この今のうちに下から下からね、顔と手を伸ばして、止められるところまで止めてしまおうと思います。はい、時にはですね、金槌をですね、これはまあ弦の、これをまっすぐこう使えなくてですね、こう当たるので平たりね、使うことも、あります。最後波のね形にちゃんと合わせた位置に持ってって。大体ですね、ミヤマーぐらい大きいでいいんじゃないかなと思ってます。はい、おせつさんもですね、下から眺めてもらってます。思ったんですが、作戦をちょっと変更しまして、ね、お昼からですね、ちょっと洗濯機をね、下で使いたいということになってたので、ね、先にこう並べてしまって、ここは腹ばいになって奥の方を打つことに、しました。この、ですね、波板の重ね代は、大体ですね、こう、二山ぐらいですね、二山半ぐらい、こう、重ねれば十分じゃないかなと思います。あと、重ね方としてはですね、ここですね、わかりますかね、山側になってる、こういうふうに重なるのが基本ですね、こう谷に対して、こっちが上になるという感じですね。これでですね、ちょっとこう、いがみがわずかにね、釘を打ってると出てくるんですけども、これをこういう段階でちょっとずつこう修正しながら、仮止めをしていくと、いいかと思います。ここに電気の線が来てるところ邪魔なんで取りました。これも折り方に書き込みました。うまく入るかな。
っとすみません、向こうの測量を、ほうきかなんかで、一番上、紙がね、ちょっと、ほうきかなんかでちょっと突き上げてもらえませんか。うん。はい、はい、なんか当たってる？電気の邪魔しとる？あ、行った。入ったけど、入ったけど、ちょっと待ってください。こっちが逆裏返ってしまった。もうちょっと電気つく？こんな感じやね。はい、ありがとうございます。はい、なんとか無事収まったようです。ちょっと波の合わせが悪いかな。あ、まあいいでしょう。はい、よいしょ。はい、ちょっとお昼前にですね、ちょっとお昼ちょっと待ったんですけども、屋根だけ塞げました。まだ釘が全部打ってないので、これからお昼から釘を打ちたいと思います。はい、応援の王さんにですね、津の名物をね食べていただこうと思ってですね、お昼ご飯にちょっとここをですね、食べに来ました。はい、いわゆる二郎系ラーメンというらしいんですけどね、私はまあその辺の区別はよくわからないんですけども、野菜とかね、ニンニクとかマシマシでドーンと乗ってくるやつですね。はい、お腹いっぱいになりました。ごちそうさまです。はい、何年かぶりかにですね、マクドナルドさんで買い物しましたね。やっぱりね、なんかね、なんたらマックハンバーガーが入ってるのかと思いきやですね、ホットコーヒーだけでいいよっていうね、結構ね、なんか待たされたんですけど、入れて、ちょっと品切れて入れてくれ、来てくれたもところなんで、多分入れたてで美味しいと思います。ミルク1個だけ持ってきましたね。何も言わないで全部入れてくれるもんでね、いや、それはいりませんよなんて言って、もったいないですからね。はい、そんな感じで、この袋もいらなかったんですけども、なんか用意してくれてたので、もう仕方ないのをもらってきました。ね、こういう感じでですね、またこれはゴミ袋か何かに利用したいと思います。マクドナルドさんありがとうという感じですね。はい、応援の王さんがですね、ちょっと腹ばいになって、釘を打ってくれてますね。私はですね、ちょっと他の部分の段取りに移りたいと思います。はい、壁はそんなに苦労することもなく、ちょっとねこう曲げるところちょっと苦労しましたけども、これでどんどん腫れてきます。ちょうどね、壁は横で命令の線がね揃った時に揃ってないと気持ち悪いので、こうやって綺麗に揃えてもらってます。いい感じです。ありがとうございます。で、これあとコーナーもね、この波板はぐっとこのまま曲げることができるので、なかなか、便利な素材です。で、ここをね後でカットするという形になりますね。ちょっと分かりにくいかな。はい、はい、お世辞さんからですね、この美味しい饅頭、これは津の名物の蜂蜜饅頭ですね。これを届きました。これはうまいんですよ、これ。ありがとうございます。いただきます。はい、こういう仕事はですね、何が完全かっていうわけでもないんですけども、まあ自分がここでできたと思ったところがもう完成という感じになりますね。こういうとこもね、ちょっとコーキング、ちょっとこれ、あれですね。ちょっと補修、よし、これでいいですね。はい、コーキングをちょっとしておきました。上もね、ちょっと気になるところだけはコーキングしましたけれども、こんな感じで、あと忘れ物だけ見直して現場を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。あとこういうね、線がねバッシリ通ってるかどうかで綺麗に見えるかどうかっていうところだと思います。